東日本大震災からもうすぐ10年、日本列島は地震列島であり、今も南海トラフや北海道沖の大地震が懸念されています。災害はいつ起こるか分かりません。そこでいざという時のために日頃から非常食に備えていれば安心です。非常時には最低3日、できれば1週間は自力で食料を確保できるよう日頃から備えておきたいもの。そこで実践してもらいたいのがローリングストック法です。循環備蓄とも呼ばれていますが、食料を一定量キープしておき、少しずつ使いながら買い足す方法。つまり初めに使う分より余分に食料を買い、あとは使い切る前に足しては使い、足しては使うということを繰り返すのです。備蓄品が常に循環されるため、よくある非常食の賞味期限切れの心配がありません。備えておく食品は必需の水の他には基本的に何でも OK です。普段使いの食品を備蓄することがポイントです。精神的な負担の大きい非常時こそ食べ慣れたものの方が落ち着くことが多くなりますね。特に小さなお子さんやお年寄りなどは食べられないと体調を崩す原因にもなりかねません。日頃から食べ慣れている食品が一番のごちそうになるはずです。非常時には缶詰が良いとされていますが、その理由についても見ていきましょう。1つ目は保存性が良い。缶詰は食品の空気を抜いて密封し加熱殺菌しているため、常温で長期間の保存ができます。電気などの供給が不安定になる非常時でも中が腐敗する心配がありません。保存料なども、使っていませんので安心ですね。2つ目は調理せず食べられる。缶詰は基本的に開けたらそのまま食べられます。ガスや電気を使えない時でもすぐに食べられるのは大きなメリットですね。そして3つ目、栄養価が高い。意外かもしれませんが、旬の食材を速やかに保存するため栄養価が高いのです。真空状態にしてから加熱殺菌するため、ビタミンなどの損失も家庭での調理と比べて少ないとされています。そして4つ目、美味しさ。缶詰は密封された缶の中で調味料の味が材料によくなじみ、開けた瞬間が美味しくなるように工夫されています。種類も魚、豆類、野菜など、煮魚やオイル漬け、あとは調味済みのものもありますね。または果物のシロップ漬けやデザートまで、最近は種類が豊富に揃っています。お気に入りの一品をキープしておけば、きっと非常時も安心につながっていきます。今日は防災用品点検の日となっています。災害が発生した時にまずは自分自身の、安全をですね、守らなければいけません。その時には普段からの備えが欠かせません。今日の防災用品点検の日を機にですね、備えを見直していただいたり、準備をしっかりと行っていただきたいと思います。